自分はかなりの賛同。連続殺人が絶対に発生しない世界。テーマの一つが罪と罰、まあ、読んでる側としてはかなり脳みそがバグってくる。これほどの天才はいないんじゃないか。こんにちは、ジョジョです。ミレです。ミヤです。あの子です。ヒロです。はい、今回はミステリー談義ということで、蓬莱堂ミステリー部のメンバーたちが、好きなクローズドサークルミステリー古董編について語り合いたいと思います。はい、じゃあ私ジョジョから、早坂やぶさくさんの〇〇〇〇殺人事件という本を持ってきました。田中博文さんの信長島の惨劇を持ってきました。小野冬美さんの国士の島を持ってきました。佐仙道祐樹さんの楽園とは探偵の不在なりを持ってきました。森博さんの全てが F になるを持ってきました。はい、じゃあ紹介いきましょうか。じゃあまずは私ジョジョから。早坂やぶさかさんのこれ丸がかける8個あるんですよ、うん、でその後あの最後に殺人事件っていうタイトルなんですけれども、うん、あのこれまあタイトルからしてちょっとえって思っちゃうじゃないですか、うんうん、これ面白いのがタイトル当てっていう作風っていうかあのコンセプトなんですよね、うん、そう普通なんかあのミステリーだとあの読者はその犯人をあの誰かっていうのを、まあ、推測して読んでいくと思うんですけれども、これはタイトルをあの推測するっていうやつなんですよね、うん、でまあ、内容としましては、まあ、主人公たちがあの孤島で開催されるオフ会に参加するんですけど、で、まあ、そこで殺人事件が起こるっていう、まあ、あのいわば普通にありがちな孤島、まあ、で起きる、まあ、殺人事件なんですけれども、うん、これ読まれた方とんでもない作品でしたよねちょっとねすごかったね。この中で読んだ人は全員、はいはい、あ読みました。自分だけ読んでないです。ヒロさんだけだ。本当にね、まずそのタイトル当てっていうあのこれまでにない、まあ、作品であって、なおかつものすごいんですよ真相が。かなり攻めてますよね。これ正直内容はねあの言えない。でもみんなが笑うところからなんかなんとなくあれですよね。なんかね細かいところとか忘れちゃうんだけどね。そこだけ覚えてる。そうね。でこれ本当にね相当賛否両論ね、ある。どう思います？ああかもしれない。読んだ人にとっては、自分はかなりの賛だったけど。私も賛。私も3かな。自分も3だった。おお、うん、ミステリー部はみんな3。そうです。ヒロさんも3になってほしい。そうね。でこれはぜひ読みたいですね。そんな、はい、それだけ。これ、そう、探偵役があの女子高生の神木雷一っていう子なんですけれども、これも シリーズ化されてて、で今ね、第5作くらいまで書かれてあるのかな。でも本当に自分これ最初のやつ読んでも好きになっちゃったから、一応もう全部ね、これシリーズはあの読んでます。へ、え、ぇ、ー。うん、これしか知らない。あ、っていうくらい自分はこの作品は3だった。その後も攻めてる感じですか？そう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 。気になるな。そうだからあのまだ1作目読んでない方はあの次以降の作品のなんか作品あらすじとか絶対にあの読まないでほしい。なるほど。若干それ、うん、そうあらすじ読んじゃうとあの先入観みたいなのがちょっと生まれたので、うんうん、あのそのシリーズについて調べることなくこの第1作目から読んでほしいという作品ですね。というわけでじゃあ私はこんな感じで。あ、じゃあ私はですね、あの田中博文さんの信長島の惨劇という本を紹介するんですけど、これあのタイトルの時点でね、まあ、若干あのバカミスっぽさがあるんですけど、うん、戦国時代をね舞台にしたクローズドサークルのミステリーっていう、まあ、一風変わった作品でして、うん、でこれねあのジョジョさんからね自分読書会でおすすめしてもらって、で実際読んでみたら面白かったっていう、まあそういう感じなんですけど、でさっきも言った通り舞台が戦国時代で、あの時代設定的にはあの織田信長が本能寺で死んだ直後っていう感じなんですよ。死んでるんだ。死んでる死んでる。なんだけどその死んだはずの信長からあの武将たちに手紙が届いて、でも用事があるからちょっと島に来いっていう。用事があるフランクだ。そんな軽いのに。そう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 。であのよくあるじゃないですか、権力者とかさ大富豪から手紙が届いて、まあ、島に行くみたいなのっていうのは、うん、クローズドサークルの冒頭部としてありがちなんですけど、うんうん、まあ、そのやり取りをしてるのが武将っていうところがもう違和感マックスなんだよね、うん、
で、まあ、この後もね、実際に呼びつけられた秀吉とか家康とかの武将たちが謎解き的な会話っていうのを繰り広げられていてですね、まあ、読んでる側としてはかなり脳みそがバグってくる、まあ、そんな小説になってて、でこれ面白いのがあらすじの時点ですでに辻褄が合わない箇所があるっていうか、まあ、本能寺の変って1582年に起こるんですけど、うんうん、この作品に登場する人物って、まあ、さっきちょっと挙げた秀吉とか家康の他に高山右近っていう人とか、あと柴田勝家っていう、まあ、武将が、まあ、島に呼ばれるんだけど、うん、この人たちって本能寺の直後に死なないんですよ、うんうん、というか死んじゃいけない、うん、そう歴史的にまだ仕事が残ってるから死んじゃいけないんだけど、彼らがその信長のね死亡直後にクローズドサークルの現場に呼びつけられて死ぬ可能性があるっていう時点でもう整合性が取れないよね、パラレル時代劇、あそう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 、だからミステリーとして成立させようとして誰かが死ぬと今度は史実としての整合性が取れなくなってくるっていう、そういう面白さがあるんですよ。なるほどね。そうそう、だから普通のミステリーにはない、まあ、大問題っていうのをあらすじの時点で抱えていて、まあ、これをどうやって乗り越えるのか、まあ、どうやって決着をつけていくのかというところも、まあ、見どころの一つ、まあ、そういった作品になってます。戦国時代私好きなんですけど、そこの時代詳しくない人でも楽しめる、あ楽しめると思います。一応ね、この小説始まってしばらくは歴史小説のノリで進むんですよ。ああ、そうなんだ。で、いきなり様子がおかしくなる。島に呼びつけられるっていう時点で、おやってなってきて、うんうんうん、で、秀吉とか家康とかの歴史小説好きな人から見ると、親しみのある人たちが、なぜか謎解きを始めるっていう、そういう話になってる、うん。面白そう。で、その序盤の歴史小説の部分で一応その人たちの基礎情報みたいなのが与えられるんで、まあ歴史知らない人も大丈夫っていう感じにはなってます。すみれさん、これ最後はどうでした？あ、自分めっちゃ好きでしたね、これ。僕も超好きだった、これ。賛否両論あるっていうのは確かに、ね、めちゃくちゃあるなと。またか。そうそうそう。まあある意味一発ネタっぽいところがあるから。なるほどね。じゃそんな感じです。はい。私は小野冬美さんの国史の島です。でこの国史っていうのは明治政府が行った財政一致政策で国家が定めた儀式に統合されなかったものっていう意味で、こういわゆる邪悪の邪に教って書いて、あ、邪教なんです。で検索したんですけどこの国史の島以外出てこなかったのでオリジナルのワードなのかもしれないんですけど、その国史邪教が伝わる島に来た探偵が失踪した作家を探すっていうミステリーなんです。でこの探偵は仕事つながりでこう出会ったノンフィクションの作家の女性の方が帰省をするから家の鍵を預かってほしいって言って来たんです。で3日後に戻ってきたら受け取るし、来なかったら部屋の始末をしてほしいって言って渡されたんですけど、まあ取りに戻ってこなかったんですね。でその作家の先生のこう友人関係を聞き回った結果、その先生の生まれ故郷である八瀬島っていうところにたどり着くんです。でこの舞台の島がめちゃくちゃ良くて、たどり着くとこう軒先には風鈴がすごい大量にかかってて、でこう道には風車がついてて、こう風が吹くとすごいもう音がすごいっていう、でこの邪教の設定も結構詳細に描かれてて、陰陽苦境とかももう絡んできたりとかしてたまらないんですよ。でまあ、孤島ミステリーといえばおなじみの警察を黙らせるほどの力を持つ領主の一族っていうのもいるいる。で、まあ、そこの本家の人はその戸籍を持ってなくて蔵に押し込められているみたいな、そういう人がいたりとか、そういうこう因習も残ってたりする島なんですね。でこの島の人たちが嘘ばっかりつくんです。でこう明らかに不審な怪奇事件とか起きても全然追及したいかないんですね。みんなそしらの顔をしてるっていう、それも一応ちゃんと理由があって、その理由も面白いですし、こう徐々にこう状況が変化していくことでその島の人たちが真実を話すようになっていくっていう過程も面白い。ただそこが会話ばっかりなのですごい冗長に感じる人もいるかもしれないんですけど、そこの間っていうのが民族学ホラーみたいな不穏な空気、島の不穏な空気を体感できるところなので、私はその中盤のところもすごい好きなんです。で1人目の死体が結構えぐいんですよ、まあ、ミステリーとして
こう読んでいけば苦手な人でも大丈夫だと思うんですけど、こう私は結構想像膨らませちゃってワクワク興奮したっていうので、そこも見どころです。で、真相もすごいゾクゾクしていいんですね、はい、でこうテーマの一つが罪と罰っていうのがテーマとしてあって、こう着地点もなかなか心えぐられるものなんですけど、まあ、結末は正直賛否分かれるかもしれない私は3の方です。あ、みんな3なんだね。まあ、ただこの登場人物が多い上に結構ややこしいので、ぜひ、まあ、人物相関図を書きながら読んだら最後まで楽しめるんじゃないかなと思います。じゃあ次、私から斜仙堂ゆうきさんの楽園とは探偵の不在なりをご紹介します。これね、まずタイトルめちゃくちゃかっこよくないですか？かっこいい。かっこよくて好きなんですけど、これ特殊設定かけることかける館物っていう、たまらん、もういろいろ詰め込んだミステリーでこの世界って天使って呼ばれる存在がある日突然降臨して、この天使っていうのはその人が人を2人殺すと、その殺人者を即座に地獄へ放り込む存在なの1人殺すまで OK なんだけど、2人は許してくれないっていう設定がある。でその天使の役割も見た目とかも顔がなくって、意思もなければ、なんかちょっとグロテスクで、どっちかというと悪魔っぽい存在として描かれてて、でそのだこの天使によって支配された世界っていうのが連続殺人が絶対に発生しない世界なんですよ、うん、あ、確かに2人殺せない、1人までしか殺せない。あ、そっか、そうそうそう。でその天使がめちゃくちゃいっぱい集まる常世島っていう島があって、そこを所有する大富豪が、まあ、例によって探偵とか実業家とかいろんな人に手紙を出して島にお招きするわけですね。その島はめっちゃ天使がいっぱいいて、まあ、天使を讃える人たちとかもいて、でその島でなぜか起きるはずのない連続殺人事件が起きてしまうっていう話なんです。うん、だこの話ってそのなんで2人以上殺せないはずなのに連続殺人事件起きるのっていうのと、あとこの世界ってその連続殺人事件が起きようがないから探偵っていう存在がすごい力を失ってるんですよ。解きようがないというか、うん、天使の方が強いからみたいな。でそこで天使が天使じゃない、探偵が苦悩しながら連続殺人事件を解き明かしていくみたいな、そういうミステリーです。若干ファンタジーっぽさがあるってことかな。そうだね、天使っていう存在が、うん、まあファンタジー寄りって言えばファンタジー寄り、うん、でもかなりそのガチガチにルールが決められてるから2人は絶対に殺せないとか、うんうん、あ、その枠内でしっかりミステリーになってるっていう。そうそうそう、やっぱりその天使の監視の中でどうやって2人以上殺すのかみたいな、うんうん、特殊設定ミステリーか。そう、うんうん、特殊設定ミステリーですね。完全にかなり面白かったので、ぜひ、うん、最後、森博さんのすべてが F になるを紹介させてもらいます。はい、講談社の第1回メフィスト賞を受賞した森博さんのデビュー作で、数年前にドラマ化だったりアニメ化されてたこともあったので、うん、結構ご存知の方も多いんじゃないかと思うんですけれども、あらすじとしては、あの日間賀島っていう孤島に立つ研究所で両手両足を切断されてウェディングドレスを着せられた死体が発見されるっていう事件が、恐るね、みんなめっちゃ好きだからね、こんな、その描写というか情景がいいです。そのまあ不可解な密室殺人に主人公の才川宗平っていう大学の助教授と学生の西野園萌えの2人が挑むシリーズの一作目になります。孤島の研究所でさらに隔離された研究室っていう、まあ幾重にも閉ざされた環境での事件なんですけれども、それを紐解いていく過程がとてもロジカルで鮮やかな作品ですね。で森博さんがこの作品を執筆した当時は実際に工学部の助教授をされていたことだったり、まあ、あとは理系の知識が若干ストーリーに絡んでくるっていうこともあって、理系ミステリーと言われることがあります。まあ、良くも悪くも結構それでちょっと手を伸ばしづらいっていう方も、難しそうなイメージがある、うん、そう意外とでもそんなに、うん、あのガチガチに理系の知識いるかっていうわけでもないっていうところがあるので、うんうん、私もガチガチの文系ですけどこれ面白かったですよ、うんうん、これ
1996年に発刊された作品なんですけど、その当時の作品なのに、まあ、VR とか近年知られてきたようなテクノロジーが、まあ、作中に登場してて、すごいそういったところもなんか時代を先取りしてるようなところがあったんですけど、まあ、なんで発刊当時よりも逆にこう時代が追いついた感じがあるので、その分読みやすいところはあるかなって。なるほど、かっこいいな。で、まあ、この本作に登場してくる人物の中で真形式博士っていうあの天才の博士がいるんですけど、まあ、主人公2人よりもすごい印象が強くて、森博氏作品だけでなくて、まあ、他の小説含めて、まあ、これほどの天才はいないんじゃないかって個人的に思うような存在っていうので、そこにもちょっと注目してもらいたいなと思います。その真形式博士っていうのを主人公にした式シリーズっていうのがあって、その3作目の四季秋っていうのがあるんですけど、その3作目で実はこの全てが F になるの真相が保管されているっていう。え、そうなんだ。そうです。この事件の裏にはまだこういうことがあったっていうのが描かれていて、すごい。それもおすすめなんですが、この全てが F になるのシリーズが10作あって、その次の V シリーズっていうのが10作あった後の次のシリーズなので、うん、ちょっとなかなか長いな。長いんですけれども、たどり着くまで大変だ。もう一回読み返さないと忘れちゃうよね。そう、忘れちゃう。全てが F になるだけでも全然単体でも面白い作品なので、うん、シリーズ1作目としてぜひ読んでもらえたらなと思います。というわけで、今回のミステリー談義のテーマ、好きなクローズドサークルミステリー孤島編はこんな感じということで、皆さん、まあ、いろんな島でいろんな方が亡くなってという感じでしたね。大変でしたね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。